こんばんは、そのいです。今日はですね、ちょっといつもと違う雰囲気でやりたいと思います。あ、うるせえ。ステイホームということで、あまり外で楽器を演奏する機会がありません。で、一応うちではブラックスターと15ワットのちょっとアンプとヤマハの THR5 っていう 5W のアンプで、それとちょっと見づらいかと思いますが、このブラックスターのミニアンプ 5W プラスチック、ほとんどこれギターアンプとしては使うことはなくて、iPad で映画とか動画を見るときのスピーカーの代わりに使ったりしてます。で、たまたま、まあ、だいぶ前に買った、実はアイリグという、そのギターを iPhone とか iPad につなげる。で、ここの中にアンプシミュレーターとか、いろんなエフェクターをこう入れるっていうことができるという、そのソフトウェア、アプリケーションが入ってます。で、こいつをギター、iPad、で、この 5W のミニアンプにつなぐとどんな感じになるか。で、この間試してみたら結構すごい音がするんですね。で、まず最初に何もこの iPad のアンプシミュレーターを使わずに鳴らすとどんな感じかというと、こんなもんでしかありません。で、今 iPad に入ってるのはマーシャルが入っています。マーシャルの JC 何番か分かんないんですけど、私はあんまりマーシャル好きじゃないんですが、一応マーシャルのスイッチを入れると、さらにエフェクターもいくつか入れてます。デンマーク製の T-REX というブランドの、オーバードライブ、それからノイズゲート、コーラス、ディレイというふうになってますね。で、例えばディレイとコーラスをかけてちょっと押さえて、間違えんね、さらにちょっとオーバードライブを入れてみます。
めちゃめちゃ低いんですけど、音圧はすごい前に出てくるという感じですね。まあ、ちょっと見づらいかと思うんですけど、エフェクターがですね、ここにこんな風に並んでるので足で踏めないんですね。ですからまあうちで遊ぶ分にはまあまあ面白いよと。